特攻隊に捧ぐ。坂口安吾数百万の血を捧げたこの戦争に我々の心を真に高めてくれるような本当の美談が少ないということは何としても切ないことだそれは一つに軍部の指導方針がその根本において例えばお母さんと叫んで死ぬ兵隊に是が非でも 天皇陛下万歳と叫ばせようというような非人間的なものであるから真に人間の魂に訴える美しい話が乏しいのは仕方がないことであろうけれども敗戦の挙句が軍の赤脈が暴かれるのは当然として戦争に絡まる何事をも悪い方へ悪い方へと解釈するのは決して健全なことではない例えば戦争中は 五穀の花と散った特攻隊員が敗戦後はもっぱら死にたくない特攻隊員で近頃では純国の特攻隊員など一向に流行らなくなってしまったがこう一方的に偏るのはいつの世にも敗すべきで自己自らを愚弄することに他ならないもとより死にたくないのは人の本能で自殺ですら多くは生きるためのあがきの変形であり 死にたい兵隊のあろうはずはないけれども若者の胸に純国の情熱というものが存在し死にたくない本能と格闘しつつ至上に散った尊厳を敬い愛す心を忘れてはならないだろう我々はこの戦争の中から赤薬の泥沼を暴き天日に晒し干し乾かして正体を見破り自制とまた 明日の建設の足場とすることが必要であるが、同時に戦争の中から真実の花を探して、密かに我が部屋を飾り、明日の日により美しい花を求め、花咲かせる努力と希望を失ってはならないだろう。私は大体、先方としても特攻隊というものが好きであった。人は特攻隊を残酷だというが、 残酷なのは戦争自体で戦争となった以上はあらゆる知の方策を傾けて戦う以外に仕方がない特攻隊よりもはるかに惨めにあの平野あの海辺あのジャングルにまるで泥人形のようにバタバタ死んだ何百万の兵隊があるのだ戦争は呪うべし憎むべし再び犯すべからずその戦争の中で しかし特攻隊はともかく可憐な花であったと私は思う。戦法としても日本としては上々のものだった。桁の違う工業力でまともに戦えるはずはないので追い詰められて給与の策でやるような無計画なことをせず戦争の初めから航空工業を特攻専門に切り替え重爆などは作らぬやり方で。 片道飛行機専門に組織を立てて立案すれば工業力の劣勢を相当補うことができたと思う人の子を死へ駆り立てることは恐るべき罪悪であるがこれも戦争である以上は死ぬるは同じやむを得ぬ日本軍の作戦の幼稚さは言語道断で工業力と作戦との結び方すら組織的に計画されてはおらず 有力ななる新兵器もなくともかく最も独創的な新兵器といえばそれが特攻隊であった特攻隊は兵隊ではなく兵器である工業力を補うための最も勘弁な工程の操縦機であり軽機であった私は文学者であり生まれついての会議家であり人間を人生を死に至るまで疑い続けるものであるがしかし 特攻隊員の心情だけは、疑らぬ方がいいと思っている。なぜなら、疑ったところで、たかが知れており、分かりきっているからだ。要するに、死にたくない本能との格闘、それだけのことだ。疑るな、そっとしておけ、そして、卑怯だの、めめしいだの、または、あべこべに人間的であったなどと言うなかれ。彼らは、 自ら爆弾いなその大部分が途中に撃ち落とされてしまったであろうけれども敵艦に突入したその何機かを彼ら全部の栄誉ある姿と見てやりたい母も思ったであろう恋人の幻も見たであろう自ら飛び散る火の粉となり火の粉の中に彼らの二十何歳かの悲しい歴史が花咲き消えた。 彼らは基地では酒飲みで、ごろつきで、爆虫打,打ちで、女たらしであったかもしれぬ。やむを得ぬ、死へ向かって歩むのだもの。成人ならぬ二十前後の若者が、酒を飲まずにいられようか、せめても女と時の間の日を遊ばずにいられようか。ごろつきで、爆虫打,打ちで、死を恐れ、生に連々とし、世の誰よりも連々とし、 けれども彼らは愛国の詩人であった。命を人に捧げる者を詩人という。歌う必要はないのである。詩人純粋なりといえ、迷わずに命を捧げうるはずはない。そんな化け物はありえない。その迷う姿を暴いて何になるのさ、何の役に立つのかね。我々愚かな人間も時にはかかる思考の姿に。 達しし、得るということ、いいううこそれを必死に愛し守ろうではないか。軍部の欺瞞とからくりに操られた人形の姿であったとしても死と必死に戦い国に命を捧げた苦悩と完結は何で人形であるものか私は無償の行為というものを最高の人の姿と見るのであるが日本流には紛れもなく例の滅死シ暴行で。 戦争中は合言葉に至極簡単に言い捨てていたが、こんなことが百万人の一人もできるものではないのである。他のために命を捨てる。戦争は凡人を買って、至極簡単に奇跡を行わせた。私はしかし、いささか美に枠敵しているのである。そして根底的な過失を犯している。私はそれに気づいているのだ。 戦争が奇跡を行ったという表現は憎むべき欺瞞の言葉で、奇跡の正体は国のために命を捨てることを強要したというところにある。奇跡でも何でもない。無理強いに強要されたのだ。これは戦争の性格だ。その性格に自由はない。仮に作戦の許す最大限の自由を許したにしても、戦争に真実の自由はなく、 所詮兵隊は人間ではなく人形なのだ。人間が戦争を呪うのは当然だ。呪わぬ者は人間ではない。いやおうなく命を強要される。私は無償の行為と言ったが、それが至高の人の姿であるにしても、多くの人はむしろ平凡を愛しており、小さな家庭の小さな平和を愛しているのだ。 かかるる人々ををして体当たりをさせる暴力の極みであり私とて最大の怒りを持ってこれを呪うものであるそしておそらく大部分の兵隊が戦争を呪ったに決まっているけれども私は強要せられたことを一応忘れる考え方も必要だと思っているなぜなら彼らは強要せられた人間ではなく 人形としていやおなく強要せられただがその次に始まったのは彼個人の清潔な死との格闘人間の苦悩で教養によって起こりはしたが念焼はそれ自体であり教養と切り離してそれ自体として見ることも可能だという考えであるいや私はむしろ切り離してそれ自体として見ることが正当で格闘の挙句 純国ののの情熱をを最大の賛美を持って敬愛したいと思うのだ強要せられたる結果とはいえ凡人もまたかかる崇高な偉業を成就しうるということは大きな希望ではないか大いなる光ではないか平和なる時代においてかかる人の子の思考の苦悩と情熱が花咲きうるという希望は日本を世界を明るくする。 ことさらに無益なケチをつけ、悪い方へと解釈したがることは有害だ。美しいものの真実の発芽は必死に守り育てねばならぬ。私は戦争を最も呪う。だが、特攻隊を永遠に賛美する。その人間の大脳苦問と、かくて国のため、人のために捧げられた命に対して、先頃、浅草の本願寺高で、 不老者の救護に停身し、九者の警部を一身に集めて、救護所の所長に押されていた学生が、発信チフスのために殉職したという話を聞いた。私のごとく非匠な大人が打足する言葉は不要であろう。私の非匠さにもかかわらず、偉大なる魂は実在する。私はそれを信じうるだけで幸せだと思う。青年諸君よこの戦争は、 馬鹿げた茶番に過ぎず、そして戦争は永遠に呪うべきものであるが、かつて諸子の胸に宿った愛国純国の情熱が決して間違ったものではないことに最大の自信を持ってほしい。要求せられた純国の情熱を自発的な人間自らの生き方の中に見出すことが不可能であろうか。それを思う私が間違っているのであろうか。